しような。よくか。目星商業施設は、北側のローソンか、イオン大桑ぐらいですかね。イオンに買い出しすぎた後の方がいいか。どうせだったらね、こっちまで来たら海鮮丼とか食いたい気はするんだけど、まあまだ朝の9時なんでね、空いてるとこねえだろうな。すき家か。もうね、ちなみに熊野なんでね、もうその先ちらっと行ったら、すぐに海が見えてきますからね、もうそこが国道42号線ですけど、もうすぐ海ですからね。すき家どっちだったっけな。すき家って橋渡ったこっち側だったよね。あれ？このすき家ぐらいしかねえんだよな。この時間にパッと食えるところって言ったら多分。昼飯気になかしばおわせ、あ、おわせ降りれないんだ今回。そう、間にね、おわせって街もありますけど、今回の開拓だとおわせ駅で降りれないといった縛りがあるので、普通の切符でその5200円ぐらいのね、切符で買えば途中下車ができるので、そこでって言うて持って帰るんですけどね。さあ、どの辺りだったっけな。車まで来るとすぐ分かるんだけどな。一番こんな感じなんだ。続いてる気がする。いや、ほら。でもね、花粉来てるな。取ると取るってぐしゅってくるな。あ、ちなみにそう、こんな感じでこっちの方だとね。ずっと行ったら、まあ熊野古道のね、散策の方に行くのか、鬼ヶ城ってね、ところかどんで、岩がね、ボーンと出て、それが鬼の形みたいに見えるっていうんでね、鬼ヶ城ってのがあるんですけど、なんとね、その鬼ヶ城がね、今日ね、その散策できないですよ、その岩の周りを。散策道のところが工事中で今入れないらしくて、なんで今日来たんだよ。まあ三島トレーナーですけど、非常に、熊野観光には向いてない日に来ちまったのと。どっちだっけ、思うようになろう。あれ行き過ぎてるよな。あれ行き過ぎてない、もっと奥やったっけ。あれ、ああ、もうね、前は本当海ですからね。あ、ほら、そっちだ。よいしょ。行き過ぎてなかった。まあ、1キロ行ったら、こっちもあるけどな。昔、あ、そうそう、ここで、バスでね、鬼ヶ城も行きました。今のバスが、熊野市駅のね、前まで入ってくるんで、あそこですね、待っとれば、鬼ヶ城の方に行けるんですけど、ガシャ鬼ヶ城がね、工事中ってことでね、行っても見れないんだね、ということで、せっかくだから獅子場の方見に行こうか。そこちはそこね、獅子場っていうね、のがあるんですけど、そう行ったことねえよ、獅子場の方。鬼ヶ城ばっかり行っててね、こっち行ったことねえから、せっかくだから。駅からなんだ、ここのぐらいね、普通に歩いてこれますよ、ってなったら。よし。イベント開催のため、記念通り普通子供やり。なんだって、明日は危ねえ。そうだったんだ。明日が。さあ。ということでね、熊野まで来てね、さあ、
何の変哲もない。スキー屋でとりあえず朝飯食おう。よし。さあ、出てきましたけどね。まあ、朝なんでね、山かけトロロにしましたけどね。ここが浜街道で、月見浜とかね、この辺り。あそこの浜ですね。うん。ジョリッから、こったら、渡って、芝の方に行けると。もう、あいつ、山が開いてないね。で、こっちから行っていいんだったけど。私は初めてだからな。あ、これだ。もうここですね。ここにこうやってザーッと案内出てますけど、もともとはこの岩に立ってたんですね。まあ、そこに見えるね。この岩。これがね、よいしょ。こんな感じで、おあ、本当に改めて、あの、熊で走ってる時も、おちらっと見えるなぁと思ってたんですけど、あ、改めてね、これね、実物見るとでけえわ。すげえわ。うん。へぇー。なんかね、高波とかになんか打たれて、なんか、こういう形になったらしいですよ。すごいですね。うん。で、下にも降りれるのかな、一応。冬なんで、まあ、そんなに降りる人もいないでしょうけど。よいしょ。そこに書いてある。そこに割り書いてあった。20メートル、周約210メートルの岩の方もいいですね。岩塊で、海岸の岩壁の遺物と認められると。岩塊の遺物。獅子が太陽に向かって吠える、形をしている。その地にあたる部分は、鬼ヶ城の、洞窟と同じ、聖人によるものである。聖人による。その鬼ヶ城っていうところも、鬼のね、城みたいになってるっていうので、あれなんですけど、あれですね。そこもその、自分の勇気と接触の保険証の生み出した、機関として、まれに見るものですよ、ということですね。なるほど。すごい高いところですけど、だから長い年月で、海岸、もともとはあそこが海の近くにあったといった感じで、で、ここの辺りは外洋なんで、海が荒いんで、結構削られるんですよね。その金を入れということらしいですけど。よし。よしよしよし。